これより第2クォーターに移ります。第2クォーター攻守の方向入れ替わり、宝塚東は画面向かって右から左に攻める形に変わります。宝塚東相手陣20ヤードからファーストダウン20、中央へ並んで、まずこの20ヤードの距離を中央のランプレーで選択しました宝塚東。何枠99番、その体育を生かして中央を大きく切り込んで約10ヤードのゲインとしています。何枠99番は増田、宝塚第一中学校出身の3回生です。宝塚東セカンドダウン9、タッチダウン。ここでクォーターバック8番ハンドオフウェイから自らキープ、右オープンに展開しエンドゾーンをめがけました。合同チーム殺到しましたが、そのタックルを跳ねのけてエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。宝塚東6点獲得です。そしてトライ4ポイント。キック成功1点追加、宝塚東高等学校21点、3校合同チーム0点、宝塚東が着実にリードを広げております。しかし素晴らしい粘りあるタッチダウンでした。見事セカンドへフォートでタッチダウンをもぎ取りましたのはクォーターバック8番の土屋、荒牧中学校出身の3回生です。チームのバイスキャプテンがここでチームを引っ張っております。宝塚東キックオフ、さあリターンに入った、左サイドを果敢に切り上がりまして自陣30ヤード付近の攻撃権を得ています。さあようやく勢いが出てまいりましたでしょうか。3校合同チーム自陣30ヤードと優位な位置からの攻撃を開始します。イエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。コード違反、フィールドの中に12人いました。アメリカンフットボールはフィールドの内外のメンバーに制限はありませんが、フィールドの中は11人以下と決まっております。この反則により5ヤード抜体という形になりまして、ファーストダウンやり直しとなります。合同チームファーストダウン15、ボールオンは自陣25ヤード。まずはランプレーから入りました。何枠0番ハンドオフを託されまして右オープンへ展開、ミスアサイメントがありましたが結果約5ヤードロスという形になっております。失礼しました、ノーゲインという形に終わっております。キャリア0番は三木高校の古谷、吉川中学校出身の1回生、
合同チームセカンドダウン15。クォーターバック12番プレーアクションから右に展開したワイドレシーバー21番にパスを通しまして約3ヤードのゲインとしています。見事なプレーアクションパスを投じましたのはクォーターバック12番市立西宮高等学校の中川クラク園中学校出身の1回生。これを取りましたワイドレシーバー21番は三木高校のフランシス八代中学校出身の1回生です。さあサードダウン12の状況です。合同チームどのようなプレーを持ってくるでしょうか。ナイスラン。ランニング枠98番ハンドオフを受けた際にタックルを受けましたがそれを振りほどいて前進。原因はしておりますがしかし攻撃権行使には至っておりません。しかし見事なランでした。素晴らしい、粘りを見せました。98番ナイスランでした。ここでトラブル発生。パントフォーメーションを取る際にフォーメーションメンバー確認が怠りましてギリギリのスタートとなりました。スナッパー思うようなスナップが出せるボールをパンターがジャックル結果的に大きく交代する形で攻守交代となりました。宝塚東相手陣12ヤードからファーストダウン10。さあトラブルが発生している。ターンオーバー。この状況で宝塚東はクォーターバック1番のランプレーを展開しましたがこの時にボールをタックルでファンブルされタックルを受けてファンブルしました。点々としたボールを抑えたのは合同チーム従いまして攻守交代となります。ターンオーバー。エンドゾーンで抑えましたのでタッチバックとなります。合同チームの攻撃開始位置は自陣20ヤードからという形に変わります。ここで合同チーム前半1回目のタイムアウトを取りました。現在負傷者が発生しているため合同チーム
メンバー、そのポジションの確認に現在対応に追われているようです。ここで一旦チームを落ち着かせるため前半最初のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。タイムアウトを解けまして試合再開となります。合同チーム自陣20ヤードからの攻撃、ファーストアンテン、ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜体しファーストダウン、やり直しです。合同チームファーストダウン15、クォーターバック中2番、スナップ見られまして自ら抑えて右オープン展開を図りましたが、これを宝塚東ディフェンスに殺到しまして約5ヤードロスを奪っています。合同チームサードダウン12、失礼しました、サードダウン21、ランニーバック0番、見られたスナップを確保して右オープンに展開、相手タックルを振りほどこうと突破を図りましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。ここでウォーターブレイクに入ります。しかし奮闘するランプレーでした。ランニーバック0番は三木高校の古谷、吉川中学校出身の1回生です。さあウォーターブレイクを解けまして試合再開となります。合同チームサードダウン18の状況で試合再開です。ボールオン自陣12ヤード、
さあこのパスどうだったか、インターセプト、攻守交代。ここでクォーターバック12番はロングパスを投じました。しかしそれを取りましたのは宝塚東高等学校、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。攻撃権は宝塚東になりました。さあ相手陣35ヤードの位置からの攻撃に入ります。宝塚東ファーストダウン10。さあ前が空いてるかどうだ、タッチダウン。ランニングバック12番ハンドフォーを受けて右サイドラインを独走、味方ブロッカーの壁を生かしてそのまま一気に駆け上がりましてエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。宝塚東6点獲得。宝塚東トライ4ポイント。キック成功、1点追加。宝塚東28点、合同チーム0点となりました。素晴らしいランでタッチダウンを挙げましたのは宝塚東の12番の百瀬、光が丘中学校出身の1回生です。ここで得点差が開きましたので1クォーターの時間に変更が入りました。特別ルールによりましてクォータータイム1クォーター8分に変更となります。従いまして現在の残り時間は変更となりまして第2クォーター残り時間2分26秒となりました。宝塚東キックオフ。さあ合同チームリターンに入った。リターナー4番。さあ右奥を駆け上がる、前が空いてるわ、ナイスリターン。この状況リターナー4番自らの総力にかけました。トップスピードで右奥に展開しました。相手陣入ったところでのビッグリターンを決めます。素晴らしいリターンでした。見事なラン決め、リターンを決めましたのは一律西宮高等学校の4番有本、苦楽園中学校出身の1回生です。さあここで素晴らしいリターンによって勢いが取り戻さんとしております。合同チーム相手陣28ヤードの位置からの攻撃を得ます。合同チームファーストダウン10。パス不成功。クォーターバックは12番、ここで左に展開したレシーバーにパスを投じましたがパスがコントロール乱れパス不成功となっています。合同チームセカンドダウンに変わります。合同チームセカンドダウン10。ラニマック98番ハンドオフを託されまして左オープンに展開、しかしこれはディフェンスをまくるに足りず約2ヤードロスという形になっています。スナップ安定しろ、スナップは入れ替えてこい、相手落ち着け。
合同チームサーダウン12。オーエルハイセット、ナイスランニングバック4番ハンドオフから右オープンにスピードに乗ってランプレー、一気に10ヤード以上前進しました。しかしわずかに攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。先ほどのリターン含めまして素晴らしい走力を見せています。背番号4番は市立西宮高等学校の有本、苦楽園中学校出身の1回生です。さあフォースダウン残り1ヤードで攻撃します。合同チームフォースダウンギャンブル、これは高塚東止めた。この距離をランニングバック0番の中央突破にかけましたが、そのランプレーを高塚東25番見事にタックルしまして、このプレーを阻止、4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代となります。勢いに乗りここで得点したかったですが、しかしここは許さずと宝塚東が立ちふさがりました。そのタックル決めましたが、宝塚東の25番のプレーヤー素晴らしいタックルでした。 DL 入って、 DL 行け、DL あと何枚、宝塚東攻撃権が出した自陣21ヤードからファーストアンテ。チャット欄メッセージありがとうございます。元次元様、本日もご観戦ありがとうございます。合同チーム苦戦しておりますが、ぜひ激励のメッセージをお願いいたします。さあまずパスが通りました。81番そこから独走、もっと2人目、2人目いけ、タックル受けましたがハーフウェイ付近までボールを進めまして、この位置で攻撃権更新です。宝塚東ファースター、見ました今の、宝塚東ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。前半残り時間は21秒で時計は止まりました。KK 様も合同チームの応援メッセージありがとうございます。多くの方々がこの試合をご観戦いただけていること大変光栄に思います。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。ボールオンハーフウェイから高塚東ファーストダウン10、前半残り時間は21秒。さあセットしました高塚東ディフェンスチーム、そのセットに合わせることが必要です。さあこのパスはどうか、パス不成功。クォーターバックここで大きく下がりまして満を持してのロングパス、レシーバーに届かんとするロングパスでしたが、しかしこれはディフェンスカバーしておりパス不成功となっています。前パスは失敗しますとそこで時計は一旦止まります。従いまして試合時間前半残り15秒でセカンドダウンに移ります。投入者ランニングバック12番ハンドフォーを託されまして左オープンに展開、前進しましたがこれはかろうじて合同チーム止めております。ここで宝塚東前半2回目のタイムアウトを取りました。前半の残り時間は2秒となっています。
さあタイムアウトを解けまして試合再開です。宝塚東相手陣29ヤードからファーストダウン10、前半残り時間2秒。さあここで意表をつくランプレーでこのプレーを突破しようとしました。しかしこれは合同チーム見事ストップ。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、県立宝塚東高等学校ワイルドキャッツ28点、3校合同チーム0点、宝塚東28点リードで前半戦終了となりました。これよりハーフタイムとなります。